363お、ギザ種ま、一日部屋に閉じ召喚ファンタジー異世界とかてアジンありありの世界観でうわおい来た俺のターン来たあ危ないおおよくやったうん読めねえおう、兄ちゃん変わった格好してんなこれはそいつはリンガだだが言葉は通じるああどさてはてめえ一も商売の邪魔すんじゃねえ仕方なかったねなんか話ち異世界召喚じゃねえ、はあ、携帯って携帯持ってる意味だいたい初期装備貧弱すぎだろつうかそもそもまさか召喚しておいて放置おやっときてめえ何ブツブツ言って言っててお前しやっべえ強制今度こそ召喚召喚なんかしねえけど私急ごめんな強く生きてくれてええ待って今ので毒気が抜くむしろ水刺されですよだが落ち着けんな古来より異世界に招かれバッタバッタなぎ倒すしろよなんじゃ小僧か。まあええわ。初めて人を殴った。だがだが、やっぱこの。
すいません、すいません、俺が全面的に悪かった。くっちゃけたまに楽に行けるぞ。ヘルト、無理はせんようにな。逃げられると思うな。私の名前はエミリア。ただのエミリアよ。あなたたち、こんなところで何をしているの？すごく気になるんだけど。あなたに精霊の祝福がありますように。の日は花束を持っていきましょう。もっと頑張らないとね。ヘルト、無理はせんようにな。と思うな。
あなたに精霊の祝福がある。この日は花束を持っていきましょう。許してあげる。ぬす。お願い。こいつを助けに来た。だったら。そうだ。あっちだ。でも、それはそれとしてとして。もうくっくっざけやがって。魔法使いだろうがなんて。そうね。じゃあ二対二。精霊術。ご名答。今すぐ引き下がるなら追わな。くそあま、次にやっ、この子に何かしたら助かった。動かないで。ほら、やましいことがあるから目をす。どうかな、今のパックは黙ってるの。あよ、お、え、やだ、早く追い。無理して関係ないです。本当にそんなんなこと助けない。絶対助けたり。怒った顔もすんげあなたたち、こんなところで何をしているの？すごく気になるんだけど。そこまで。なんかせめて目が覚めるまで。とりあえずその裏声やめて。猫とヒロイン間違えるとかありえない。だがやばい。しゅ、いやなんか悪かったな。勘違いしないの。
聞きたいことがあるか。あなたの体の傷を治した。だからその分に恩着せがましい感じを演出。そんなことない、一方的な目。気象？気象っていや、バッチ。あ、ごめんだけど。そう、でもあなたは何に。は？じゃ、急いでる。怪我は一通り治ってるはずだ。あ、これは心配じゃなくて中古だから、期待しちゃだ。お、ごめんね、素直じゃな。素直じゃないって、大切なもん盗まれて、そんな生き方。おい、待ってくれよ。何？言っておくけど、これ以上は私もちょっ。デートの日は花束をもっと持っていきます。もっと頑張らないとね。手加減しねえぞ、覚悟しろよ。困りごとがありましたら、いつでもレモを頼ってください。どんと来いですよ。ケタツラしてん。ご挨拶が遅れました。僕の痛い思いしたくなきゃ出す。今は流れの風来坊。
鉄の牙、バックダンチダンジョン。金さえ出しゃ尻尾振ると思ってんのか？この騎士団団長マーカス、参上いたしました。お初にお目にかかります。私は近衛騎士団所属、ユリウス・ユークリウス。民を守る王国の アナスタシア様の一の騎士、ユリウス・ユークリウスだ。よろしく頼む。気を抜かず、より一層精進し。
償は僕が担当しているです。どんどん強くなるです。メイザース辺境博が使用人筆頭、レムと申します。ありがとうございます。レムはもっと頑張ります。鉄の牙団長の あなたに精霊の祝福が。ラムはただ換気しようと両手窓を開けただけだ。
準備は整った。そこまでよ。そろそろ本気で聞き込む。弱点は把握済みです。精霊術の使い手を舐めないこと。六属性を束ねた虹の極光に切れないものはない。ぼーっとしてたの？受け取ってない報酬があるみたいよ。でかい依頼があるんだ。手伝ってくれ。報酬は山分けといこうぜ。